逆転さよならを信じた超久々の負け直前直後の阪神ファンの反応。中野はゲッツーないから安心して見られるわ。中野頼む、死球以外なら何でもええから塁に出てくれ。近本ってヒット打てばいいって思ってそう。3点差もなければな。やべえ試合。なんかこの感じ懐かしいな、いつものカープや。中野が今日良くないんだよな。さあさあ盛り上がってまいりました。ここで一発出ればホームランやんけ。ノイジーさよなら満塁ホームランある。中野くんお願い。よし、一発で同点やぞ。中野働いてくれ。なんかの間違いで逆転満塁さよならホームランないかな。頼む、大山まで回してくれ。パンチ力ある打者だらけで怖いでこりゃ。あー、終わり。くそ。あら、あかんかったか。やっぱり今日の中野は良くなかった。誰がゲッツーないって。中野くんにもゲッツーあったわ。ダブルプレーあったわ。ゲッツーあるからな。中野だから併殺はない。中野はゲッツーないからな。まさかのゲッツー。最悪や。まあもう今日はしょうがないな。誰だよ中野はゲッツーないって言ったやつ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。